その時偶然、佐渡山豊という方の「人類館事件」という曲がたまたま流れてて、でそれを聞いて久しぶりに音楽で衝撃を受けて、ちょっと紹介した音楽に関しては概要欄のところに、情報を貼っておくので、ちょっと興味のある方はよかったら聴いてもらって、でその「人類館事件」という曲を聴いた時に、おお、なんという強烈なメッセージだろうと思って、でその頃からたまには音楽を何かいいものあるか探してみようということで、時々探しては、あまりいいなと思うものはないんだけど、でもたまに見つけては聞いてるというとこで、もう亡くなった方ですけども、阿久悠という偉大な作詞家がいて、もうさまざまな名曲名作を残して、もう本当に無数に残した方ですけども、で阿久さんの言葉というのは結構強いものがあって、それに並ぶような曲はもう近年見ないなぁと思ってたんだけど、だけど、なんだっけ、一番綺麗な私をっていう曲だったかな。で、それを聞いた時に、おや、これ阿久さんの曲かなと思って調べたけど、違う方の、曲で、短い言葉の中で非常に、想像力が膨らむというか、綺麗な短い言葉にまとまった曲だったので、そういう、なんていうのかな、ちょっと近年少ない自分としては綺麗だなと思う曲が、その「一番綺麗な私を」というその曲です。で綺麗かどうかというのはちょっと自分の基準としては言葉が多いか少ないかというのが一つの基準であって、例えばなんだっけ「懺悔の値打ちもない」というかなり古い曲で、これは阿久さんの作詞だったのかな、かなり短い言葉の中に深い世界があるというか、自分は感じてて、そういった奥行きを感じさせる言葉を出せる人というのが、年々、時代とともに減ってるように思えて、新しい曲ほど言葉が長いというような印象があって、そういう、あくまでも坂本基準だけど、綺麗だなとか奥行きがあるなという曲を、時々探したりしながら、でもやっぱりなかなかそう簡単に気に入った曲というのはなかなか見つからないので、私がこの、動画の中でちょっと説明したいくつかの曲をちょっと このぐらいかな、紹介、自分が聴く曲として紹介できるのは、あとは普通に普通にというか一般的に認知されてる、中島みゆきとか、そういうわざわざ聴くというほど聴いていないので語れるものではないけども、聴いてて、ああ、なんだろうな、いい曲だなと思うものは、あるにはあるけど、わざわざ聴き入るほどに聴くという曲は、結構少ないので、少ない理由はやっぱりもう商業音楽になっているという
ところと、でそれをまあ中学多分1年生だったと思うけど、なんか無駄に恋愛ソングばかりだなということを感じて、でそれは今も変わっていないので、まあ何かそこから逸脱したような、これいい曲だよとか、なんかおすすめのものがあったら、まあコメントだったり、まあ直接お会いした時だったり、まあどこかで紹介していただけると、まあもしかしたら自分の何か新しくスコトーマが外れたり、なんか気づきがあるかもしれないので、まあ、もしこれいいよというのがあったらまた教えてください。